休むことの武田です。今回は福島県会津若松にある東山温泉のくつろぎ宿新滝、それからくつろぎ宿千代滝、そして秋田県の十和田港に近い湯瀬温泉にある湯瀬ホテルの3軒のホテルを経営されている福田社長に今日はお話を伺いたいと思います。はい、福田社長どうもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。深田です。3軒も経営されているということで、はい、まずその3軒のですね、ホテルのちょっとご紹介をお願いいたします。はい、ありがとうございます。3軒のうち2軒は、福島県の会津若松東山温泉にあります、中堅どころの温泉旅館です。うん、温泉街中心部にもともと3軒あったんですけども、その3軒を一体同時再生をするということで、15年前、私東京出身なんですけども、うん、一つの会社にして、隣同士の旅館については、フロントロビーを1箇所にしてですね、で、営業的には今2軒ということで、させていただいてます。うん、会津若松、非常に日本のですね、伝統文化、それから、日本の食文化の基礎食材などがたくさん豊富にあってですね、職員非常に一生懸命頑張っていたんですけど、団体のお客様非常に多いところで、うまくですね、経営がいかないということがあったんですけど、大勢の方の協力を得て、地域のですね、観光の担い手になってほしいということも含めてですね、街づくりまで考えた上での、一体同時再生ということで、引き受けさせていただきました。なるほど。はい、その後、東山温泉そのものはですね、震災も、非常に福島のですね、風評被害も、あり、大変な時期を過ごしましたけど、おかげさまでなんとか、ここまでやってこれました。さすがに最近のコロナの関係、新型コロナの関係ではですね、参っちゃうところもありますけども、まあ、職員も、全員元気に、今、過ごしています。うん、一方で、離れたところ、今日、秋田県の湯瀬ホテル、はい、におりますけども、湯瀬ホテルも、こちらも事業再生のホテルでして、非常に素晴らしい、県内でも一番規模が大きくてですね、源泉も豊富、建物を立派というところで、職員さんも一生懸命頑張っている中、経営をしっかりと、担っていけばですね、またここはここで地域の、経済にも観光振興にもなるというような大勢の期待を受けてですね、7年前から関わるようになっています。はい。今日はちょっと天気悪いですけども、それでも、何しろ四季が非常にはっきりとした山に囲まれた、ところで、ホテルの本館別館と大きく建物が2つ分かれてるんですけど、それを挟むようにして川が流れていてですね、八幡平の、自然を非常にお客様にはですね、温泉使っていただきながら、そして、地元の食事を味わっていただきながらですね、いっぱい感じていただける、非常にいいところです。いや、はい、私もまだ湯瀬ホテルさんにはちょっとお伺いしてないですけども、はい、東山温泉は本当に景色もいいところですし、はい、なんせ食事が美味しいですね。ありがとうございます。はい、もちろんお酒も美味しいですし。お酒がもちろんそうです、ね。お酒がもう最高だし。はい。高倉が6位以上あるんですね。はい。まあ、早速です。すみません。今回ちょっと伺いたいのは、はい、私たちはもともと東京にいらっしゃって、まあ、事業再生をもともとされてて、はい、そこから経営を引き継がれたっていうことなんですけど、はいはい、まあ、その経緯っていうのはどういう形だったんですか？はい、私はですね、街づくり、都市計画やってまして、うん、それで不動産の有効利用の話がもともとずっと専門でやってきたんですね。うん、で、有効に活用するためには、いろんな全国の、首都圏を中心、もちろんなんですけども、全国いろいろと携わっている中で、公的な集客施設が非常に問題だというようなところで、サラリーマン時代の最後の方3年4年間ぐらいはですね、それを中心に全国のリゾートホテルであるとか、これは公的な所有者のですね、で、それの、再生支援だと、をやっていまして、本格的にですね、一軒丸々引き受けてくれと、経営を引き受けてくれという話があって、四国の高知に行きました。もう、かれこれ20年近い前の話なんですけど、まあ、そこ非常にうまくいって、諸事情があって、東京に一回戻ってきまして、今度は、それまでの、仕事のなりふりを見ていた、大勢の方がですね、あっちもこっちもこう再生案件があるということで、うん、私も時計を持ってきて、何でもとにかく、まだ30代、40、なったぐらいの、時だったんで、何でも仕事を、引き受けてですね、一生懸命食っていこうというようなことをやっている中の一つが、東山温泉会津の話だったんですね。はい。じゃあ、もともとでは、その前にいらっしゃった、その不動産の有効活用っていう、その再生って言われてる中の一つで、東山温泉にちょっと出会われて、はい。
でもそこからご自身で経営をしようっていうふうに思われた、はい、というところですけども、はい、あ、はい、ね、なんかあれですか、不思議ですか、あったんですか、はい、不動産の有効利用という話の中には、あの、集客施設、あの、宿泊施設などがたくさんありまして、うん、で、実際に自分でこれやらないと、いくら、あの、アドバイスしたり、コンサルしても、なかなか思うような結果が出なかったんで、うん、で、独立して、起業しまして、高知に行ったんですね。で、高知に行って3年間で結果出したんで、で、他の案件を見てくれっていう話になったのが、東山温泉。で、その時も、あの、最初は、あの、デューデリだとか、コンサルだとか、ということなのかなと思っていたんですけども、あの、すぐに経営を引き受けて、まとめて3件の同時一体再生してくれと話が来まして、で、いつも、あの、必ず何かアドバイスしたり、あの、コンサルするときは、仮にもし自分だったらどうするだろうと思ってやってますので、あの、もちろん、経営者だったり、職員さんだったりが、いるのは前提で、でも自分だったら当事者意識を持ってということでやってるんで、あの、引き受けるっていう話について、最初は特に、あの、経営リスク、経営というか、まあ、所有のリスクがない形であれば、あの、構わないだろうということで、結構、もし私で、あの、よろしければっていうことでは、簡単には引き受けてしまいますですね。ただ、その前に調査やってて、本当に自分で何とかなると思うからこそ、引き受けて、じゃあやらせていただきますと。ま、その後、リーマンショックがあって、それを買い取ってくれとかいう話になって、あの、所有するっていうことは別に自分にとっては、それほどメリットもないし、あの、そこまでのリスクを負う必要もないなと思いながらもですね、それまでの経緯もあるんで、引き受けましたっていうことはありましたですね。はい。じゃあ、ある意味、その、立て直しして、本当に運営委託を受けて、はい、まあ、事業再生をしていくっていう流れから、はい、まあ、はい、あの、だんだん、こう、所有みたいなところまで、流れが出てきたという、はい。そうですね。はい。でも、やっぱり、この立て直しをされてる中で、やっぱり相当ご苦労はされたと思うんですけども、はい。最もやっぱ苦労されたことっていうと、どういうところでしょうか。最も苦労したのは人の面ですね。やはり、建物など、建物と人と大きくですね、両輪というか、あの、なくてはならない存在の宿泊業ではあります。で、建物についてはある程度、あの、予測がつくんですよね。もちろん突発的なトラブルもありますけども、まあ、ある程度想像はつく。一方で人については、あの、もうこれまで、何百人、何千人まではいかないですけど、もう何百人、の後半とかですね、まあ、もしかしたら1000人以上いろんな人と面談をしてやり取りをしたんですけど、やっぱり人はなかなか難しいというところで、うん、あの、おかげさまでですね、宿泊業に勤めているものもそうと言えるし、それから地方のメンバーですね、何しろみんな真面目なんです。まあ、あえて言うなら普通にやり取りして、そんな不真面目で悪意を持ってる、働いてる人ってそうはいないじゃないですか。まあ、日本のみならず、日本人もそうかもしれないし、まあ、あの、おかげさまで、あの、いろんな出会いがあった海外の人だって、一生懸命みんな真面目にやってるんです。だからそのみんな真面目にやってる、ところをどうやって能力を引き出すんだと。だから、あの、いろんな仕事があるわけなんですけど、どうやってその本人たちが、一人一人がですね、何をやったら一番輝いて結果が出るかと、いうことを、人に仕事をどうつけるのかと、内容ですね。それが一番苦労したというか、毎日、寝ても覚めても考え続けているところではありますね。はい。なんかそこで、その人をこう、なんていうんですかね、もうこう、マネジメントする部分で、なんかいろんな工夫はされてたと思うんですけども。はい、はい。なんかあの、やっぱこう、社長なりのなんかオリジナルの工夫のポイントっていうのは、なんかございますか？いや、特にないですけど、試行錯誤ですね。まあ、あの、わからないうちは、ヒアリングして、まあ、面談をして、あの、本人の思いを聞かせてもらって、それでうまくいったら、それをどんどん進めるし、ただ、今度一人でやる分にはいいんですけども、チームとなったら、このチーム内のですね、必ず人間関係が、めんどくさいところが、そこの調整なんかが、またあったりもしますですね。はい。あの、事業再生をしながら経営再建をした、はい、その中でも、はい、まあ、人材の入れ替わりというか採用もされてたと思うんですけども、はい、まあ、その頃っていうのはどういう人材採用をされていらっしゃったんですかね。まあ、もともとのスタッフおりますので、うん、あの、そのスタッフ全員採用すると、前と同じ条件以上で、必ず給料下げるとかっていうことはしないで、あの、会社大きく、内容方針切り替わるっていうことを伝えた上で、ぜひ、能力発揮してもらいたい、頑張ってもらいたいという話を
ただしやっぱり、まあ、自責がですねそれほどないうち、また人間関係信頼ができないうちは、信用関係ができないうちは、そんなやり方では納得いかないとか、それから一番今でも、残念に思うのは、すごい能力あって期待をかけて、だからこそ、うん、責任も権限も、まあ、役職も給料アップもですねという提案をしたら、責任を持って結果がを期待されると気が重たくなるから、だから辞めさせてくれっていう時があるんですよね。いや、そんなにいきなり結果が出るとは思ってないし、でも一緒になってなんとか結果を出すことを、それは目標としてやっていきたいというようなことで話をしても、自分は気楽にもうちょっとそんなに期待をされずにやっていった方がいいという話があると、それはむしろ価値観が違うから、むしろ引き止めない方がいいのかななんていうことで、せっかくの人なんだけど残念だなというようなことは何度も経験は、特に初期の段階ですね、経営が切り替えるような時はあります。そんなことがこの事業再生の難しさの部分だと思っています。ただ結果が出てくるとですね、売上が伸び、それから収益が上がって、それを還元できるようになってくると、必ず雰囲気変わるんですよね。その変わった中で新規の採用ということで、新しく入ったメンバーは完全にそのやり方に対して入社してくるんで、で、だんだんそういうメンバーが、新しいメンバーが増えてくると、さらにまたいい循環が生まれると。だから早く結果を出さなきゃいけないっていう初めの一歩はですね、すごく大事なポイントだと思ってます。で、その中でこう入れ替えをするっていう時は、やっぱりその、はい、まあ、中途採用だったりとか新卒採用っていう、はい、いわゆる一般的な採用手法で、はい、まあ、はい、採用された感じですか。そうですね。もっぱら最初の 2,3 年はですね、中途採用、地元の方でハローワーク経由で、うん、ということがほぼですね。それで 2,3 年経ってさらにその先を見えるようになってきて、初めて新卒採用とかいう話は考えます。なるほど。はい。でもね、社長のところはすごく、なんですかね、海外旅行みたいな研修を結構いろ、はい、まあ、3ヶ月以下ぐらいやってらっしゃいますもんね、なんかね。いやいや、それは冬の間ですね。どうしても雪国で、グリーンシーズンと、それから雪の降ったですね、シーズンと、もう極端に稼働率が違うんですよね。なるほど、はい。で、その暇な時にいつも私のところでは、二つ大きく普段と違うことやってるんですね。まず前提となるのは、忙しい時に取れなかった有給を取ったりとかですね。そして、一回まずの、精神的にも、時間的にものんびりしてもらうと。で、それがあって初めて今度は次に、改装投資、研修とですね、ハードのところと、それからソフトのところという言い方を社内ではしてますけども、何しろいろんなところを修繕をしなければならないというところで、うんうん、みんなで自分たちで直します。で、はい。で、そういうハード面での投資と、それからあとは研修。で、研修の中での一環の一つとして、海外を見るということを、うんうん、ここ数年ずっと8人前後ぐらいのですね、グループで、うん、比較的近場から始めましたけども、最近だとどこ行きたいって、いう話になると、いろんなとこ出てくるんで、うん、それで私が添乗よろしく行くときもあるし、あとは、行ってらっしゃいって送り出すときもあります。まあ、いろんなとこやりました。はい、まあ、ある意味、そうね、そのいろいろ育てるっていうところでは、いろんなことをちょっとされていらっしゃるなというふうに思います。そうですね。はい。私もの方でもそうです。今、外国の方の雇用については、まあ、社長のところは、はい、インターンシップっていう形で、はい、まあ、いろんな国の、まあ、ベトナムとか、タイ、ハンガリーやとか、はい、まあ、ポーランドとかですね、はい、いろんな方を入れていただいておりますけども、はい、まあ、なぜこういう方ですかね、インターンシップ、はい、外国の方たちを受け入れようと思われたのか、はい、そのちょっと理由を教えていただきたいんですけど。はい。まあ、人手不足だったっていうのは、まずきっかけとしてはありますけども、けれども、海外の、人を積極的に入れたいなと思ったのは、周囲をですね、見てほしいから海外にもうちのスタッフ研修という形で、連れていくんですけども、一方で、インバウンドで、うちそんなに多くないんですね。全体の人数ベースで 1-2% しかいないんで、日本全国の平均であるとかに比べるとよっぽど少ないんですけども、うん、そうは言ってもちょっとずつ伸びてきてるし、
それから、まあ、いろんな価値観、いろんなところから、まあ、国内もそうですけど、いろんな価値観を持ってきて、お客様の立場なり気持ちになるというきっかけが少なかったので、それを積極的に、とにかく自分から学ぶっていうこともそう。うんうん、で、ある一方で、もう職員スタッフもそういう、いろんな価値観を持って、それでいて、特に、元気のいいですね、勉強熱心で、というメンバーに、もう本当に加わってもらいたいと。それも、別に海外を限定したわけじゃないんですけども、うんうんうん、国内でもそういう人が入ってきたらいいなと、なかなかそうはいかないんで、であれば、すぐに紹介していただけるという、お話だったんで、であれば、アストミンコープさんにですね、じゃあ紹介していただこうということで、だから、私希望したのは、何しろ、勉強熱心で、明るくて、まあ、気立てがいいと。もう、そんな子がいたらですね、ぜひ紹介してほしいという話で、今に至っております、ね。実際、まあ、これまで1年、まあ、もう1年以上ですね、そうですね、受け入れていただいておりますけど、はい。はい、なんか、社内というか、はい、社内のメンバーがなんか変わったことってございましたですか？はい。変わりましたですね。変わんない人も変わんないでいるんですけど、まあ、全員は無理としてもですね、主要なメンバー、まあ、何人かはですね、本当に明るく元気にという話で一緒になって食事をしたりとか仕事をしたりとか、毎日結構な長い時間をですね過ごしている間に勉強熱心なところも含めて雰囲気が完全に変わったなということは感じますですね。ただやっぱり今私のところではご紹介いただくのが3ヶ月程度の日本語学科の学生さんだったわけなんですけど、その学生さんいなくなるとですね、また元に戻っちゃうというのがあるんで、できれば継続的に、常に数人ずつ、一番多い時は、7人ぐらいいた時ありました、ね。そうですね。はい。まあ、特に国について私が指定したっていうよりも、ご紹介したこのインターンシップのタイミングが、春だったり夏だったり、この時間で、学校を休んで、日本語学科の、学校を休んでですね、正確には休んでじゃなくて、そこも単位の一環になるんです。そうなんですね。はい。実習期間っていう形ですね。ということで、入ってきてくれたメンバーで、特にやっぱりグリーンシーズンなんで、簡単に出歩くこともできるし、冬だと雪深いんでね、ちょっと閉じこもりがちなんですけども、複数人で来てますので、みんなお寂しい思いもしないで、うちのメンバーとも交わることもできてっていうことでは、お互いに、良かったんじゃないかなと思ってます、はい。まあ、実際今年はちょっとそのコロナの問題でですね、ちょっと帰国ができないかもしれないっていう、はい、学生さんなんかもいて、そうですね、社長のところの、まあ、ホテルもちょっと稼働が落ちてる中でも、はい、ご支援いただきましたですけども、はい、まあ、その際もやっぱり社員の方たちっていろいろとこうサポートいただいたというふうに、はいはい、非常にやっぱりこう、温かい、こう、サポートしていただいてんだなっていうのは、はい、すごい。ありがとうございます。もう、結構厳しかったですけど、ね、いろんな面で。はい。で、例えば、まあ、社長の方では、そういったインターンシップの受け入れを、まあ、ある意味、はい、まあ、いろんな人、社員のメンバーの人たちの、やっぱりこう、価値観の変化とか、対応の変化とか、はい、そういったものを感じられたというふうに思われますけども、はい、例えば、どういったか、まあ、経営者の方には、こういったインターンシップとか、外国人の受け入れ、はい、はい、おすすめになりますですか？はい。はい。まあ、人手不足というのが、前提で私はやったようにですね、他の方におすすめという面では、まあ、そこが最初の考えるきっかけになったと思うんですけども、単に、手足というよりも、やっぱり、すごく前向きに明るく元気に、それこそ勉強熱心だし、うん、最初の、まあ、1ヶ月程度ぐらいは日本語もですね、いくら日本語学科の3年生、4年生だったとしても、コミュニケーションという部分にはちょっと取りづらいところあるにしても、それ以上に勉強熱心で明るくというところで、他のメンバーに自分たちの今までのやり方では良くないとか、良くない部分が気がつくきっかけになるとかですね、素朴な質問に対して、それが常識だと思っていたけど、必ずしもそうじゃないんだという考えるきっかけで、それまでのやり方に対して疑問を持ってですね、自分たちの本当に目指すところとか、それからやるべきこととか、または逆にやっちゃいけないことなどですね、考えるきっかけになるんで、はい。だから、全体の職場の雰囲気を変えるっていうことも期待していて、期待通りになる
ケースが多いと思いますし、あとはそれ以上に今言ったような、そもそも自分たちのやってることの方法だとか内容だとか目指すこととか、を常識だと思ってたのが必ずしもそうじゃないみたいなところで、まあいいものはいいものでですね、ちゃんと気がつかせてもらえるし、だからそういう本当に自分たちの仕事なり生き方までですね、見つめ直すというきっかけになるんだとは思うんですよ。で、そこが私も気づかされたところなんで、一回自分でここで本当に立ち止まって、考えて将来を、しっかりと再構築したいというようなところの企業さんにはですね、全然違う異文化で、育ってきた若い子たちが入るというのはいいんじゃないかなと思いますね。はい。そうですね、これまで普通だったというか、まあ、常識というか、はい、当たり前だったことが疑問になったりとか、はい、あとはそのこれまで普通にやってたことがやっぱり全く文化わからないので、やっぱこう、一から教えないとダメみたいな、はい、それからご苦労多分あったと思うんですけどそうですね、はい、それがまあ逆に言うと、はい、まあ、社員の方たちのもうそれこそサービスの内容の再認識だったりとか、うん、再構築につながったというようなことなんでしょうかね。はい、まさに再構築ということも、いろいろとできましたですね。それで、毎日365日同じことの繰り返しをやってることが多いんですけども、繰り返しではなく改善も提案としてですね、出してもくれるし、それからお客様も分かってるというようなことが前提で動いてしまったのが意外と、あ、分かってなかったんだなと。それ、やってることが親切と思ったんだけど、実は必ずしもそんなに親切じゃなかった。であれば、親切っていうのはどういうものだということで気づかせてもらったりとか、いうこともありましたので、全体の底上げには、人手不足のとこから始まりましたけども、質という面での、こともですね、見つめて良くなったんじゃないかと思ってはいます。いや、それはありますね。はい。ありがたいことですね。いや、もう紹介していただいた子がですね、やっぱりみんな勉強熱心で、それで分かんないことはどんどん質問するし、うん、国内の地元の人だとそんなにですね、質問しなかったり、意見もですね、はっきり言わないじゃないですか。まあ、奥ゆかしいというふうな表現かもしれないんですけど、うん、でも、もうそうじゃないんでね、分かんないのも分かんないし、教えてくれ、これはなんでだって理由まで、ね。やっぱりなんでって言われて、目的だとか目標だとか、ちゃんと自分で理解して、普段日頃から自覚していないまんま、作業として覚えてしまったメンバーが多いんですよね。で、なんで、なんでって言われると、やっぱりその目的、目標なり、未練なりがですね、ちゃんと分かってないと答えられませんので、なんで、なんでにですね。はい、そういった意味で、まあ、今後もまあ、インターンシップ生の受け入れとかは、継続いただけるという方向性ではあると思うんですけども、はい、まあ、一方最後にちょっと私どものですね、アスメルコープの活動の内容についてですね、はい、で率直なところをどういうふうにお感じになるか、はい、ご意見をいただきたいんですけど。はい。最初は本当に紹介をできるんだというところの話で、まあ、基本的にはコストとしてどのぐらいかかるかっていうところもちろん気になりましたし、それからどんな子が来るかっていうのも分かんない不安もありましたが、まあ、結果として多分普通に採用する状況とほとんど変わらコスト的には若干高いかもしれないんですけど、今言ったような単に人手不足に対応するということでなく、それ以外の効果があったということでは、これからも継続的にできたいいなとご紹介していただきたいなと。いかんせん今4月5月と非常に悪い状況で、6月ちょっと動きが出てきましたけど、そして、これから7月8月といろんな制度でですね、人が動く期待も持てますけど、でもまだまだ本当にお客さんは戻ってきてないっていう部分の中で、できれば来年早々ぐらいからは受け入れられるようにしっかりと集客もしてですね、行きたいなと思うし、期待することは3ヶ月間という短い期間がインターンシップなんですけど、仕事を覚えていい感じでこうノリノリになってきたという時に帰国というケース、ばかりなんで、まあもうちょっと長くいられるような仕組みができたらいいなと思うし、何人かですね、そのまま就職したいなんて言ってくれる子もいたんで、まあそういう
積極的な国については受け入れていきたいと思いますけど、でもなかなかこう簡単に海外の人を雇えるというような制度にもなってないんで、それの制度改正なんかもちゃんと見極めができて、もううぞうむぞのいろんな人がいるんでですね、それからなんかコーラの海外から持ち込んでしまうみたいなことで、もう鎖国このまました方がいいんじゃないかなっていう話も、極端な話も出たりもしますけど、そうじゃなくてやっぱりちゃんと見極めをした上で、お互いにマッチングできるんであれば、それはそれで制度として受け入れられるようにしていきたいし、弊社においてもですね、そういう活躍の場を与えて、私たちもいい刺激を受けてと、お互い持ちつ持たれつなくてはならない関係を、作れたらいいなと思ってますので、うん、そんなことを含めて武田さんのところにはご期待させていただきたいと思います。どうもありがとうございます。はい、いろいろとご意見も頂戴いたしまして、まあ、いろいろと社長のもともとのその立ち上がりのところからずっとこう背景を伺いながらですね、見てます。はい、やっぱりすごくマネジメントってところにすごくこう、なんていうんですかね、努力されてるなっていうのをすごく感じましたですね。はいはい、ありがとうございます。はい。はい。じゃあ、今日はどうも本当にありがとうございました。本当にありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、失礼します。